皆様こんにちは。タロット歴25年目になりました、モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今も聖地で浄化中です。今日も黙々と燃えてますね。かなり勢いがいいです。はい、もう少し新月がね、またやってきます。というのも今回2021年になって初めての新月です。そうですね、1月の13日お昼の2時1分ですね。この時にヤギ座の8番目の部屋 で今回は新月が起こります。で、今回のこのね、ヤギ座さんの新月、むちゃくちゃこれ強力です。何が強力かというと、いわゆる8番目の部屋っていうのは、セックスを表したり、税金を表したり、あとは死と再生、それを表します。そこに星で言ったらとっても超強力な冥王星という星と、いわゆるゼロ度コンジャクションになるんですね。で、何が起こるかっていうと、いやー、今回復活劇あるんじゃないかな、その願い事がすごく叶いやすいんじゃないかなっていう感じです。まず、ヤギ座の新月なので、仕事のこと、社会的なこと、仕事のこと、そしてとてもね、時間をかけていく星座です。ヤギ座っていうのはもう本当にゆっくりコツコツとっていう風な感じなので、長期的な計画、それもお願いすることいいですし、あとは一度ダメになったこと、あの人とのこととか、ね、仕事のこととか、復縁とか、とにかくね、今回はこの復活劇っていうのが一つのキーワードになるぐらい、とてもとても強力な日になるよっていう形、それをまずお伝えしたいなと思ってます。はい、そして今日はなんかたくさんのカードを使っていこうと思うんですけれども、はい、使っていくのはですね、はい、まず今回の新月でどんな願い事が叶うのか、どういう流れになりそうなのかっていうことを、こちらのルノルマンカードで見てみます。あとはこちらのフェアリーとかオラクルとかエンジェルカード、エンジェルアンサー、ちょっと切れてます、ドルフィン、このあたりのオラクルカードで、全体的なアドバイスということで引いていきたいと思います。はい、そして選んでいただきたいのはこちら3択ご用意しております。グリーンのボトルさん、ピンクのボトルさん、間違った、グリーンのボトルさん、ブルーのボトルさん、そしてピンクのボトルさん、グリーンかブルーかピンクか、こちらの3択からお選びくださいませ。ね、せっかくじゃない、とっても強い新月が、ね、今から訪れようとしているので、ぜひその願いをしっかりと取り入れていただければと思いました。なんかね、カミカミで申し訳ありません。じゃあ早速グリーンの皆様からどんな願いが叶うのか、そしてアドバイスをしっかり見ていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあグリーンのボトルさん、お待たせしております。はい、じゃあ今回のヤギ座の新月ね、とてもとても強い新月かと思います。この新月の時にグリーンのボトルさんから見てどんな願いが叶うのか、それを見ていきたいと思います。はい、じゃあこの中から、はい、要になるカード選んでいきましょうね。これかな。はい、はい、じゃあまずは要のカードを引いていきましょうね。さて、はい、子供のカードが出ました。これはね、やっぱりとても分かりやすく言えば、お子さんを望んでる方、ね、赤ちゃんが来てくれるよっていう可能性すごくあるんじゃないかな。あとはこれね、以前っていうか昔思ってた夢とか
一回諦めた夢、それに向かってあのね頑張っていくっていう意味もあるんですよね。だからもしかするとなんかね夢に再び再挑戦するっていう人もいるかもしれません。じゃあちょっと流れ見てみましょう。コウノトリ出たね。いやこれは妊活してる人ものすごい嬉しいカード出てます。リング、あら素敵。はい、そして庭、人間関係どんどん広がっていきそうだな。鳥、あららいいですね。はい、そして道というカード、おお、なんかいろんな人の出会いがあって、いやーいいんじゃないですか。釜、ここで釜が出ました。はい、そしてはい、これ見ていただいている皆様、女性も男性もこれはね、あの皆様のこと、グリーンのボトルさんのことを示します。なんかね母性って感じがするね。魚、あらいいですねはい、なるほど、わかりました。まずはあのね、今回の夢が叶いやすい出来事、そして流れとかっていうことを見ていくんですけれども、はい、あ、なるほど、はい、いろんなメッセージが降りてきました。まず過去に、例えば今、そうだな、ご家庭がある人とかお子様がいらっしゃる人、もしかすると妊娠を機にとか子育てを機にこうお仕事を辞めたりとか、あの一旦こう中断した人っていうのもいるかもしれません。なんかねそういう方ね、今お子様からようやく手がね離れてきたっていう方とかであれば、なんか再び以前していた仕事とか昔やりたかったことっていうのを始めるチャンスだよっていうふうに出てます。でそれがここはね共通メッセージになるんですけれども、あの人とのたくさんの出会いが出てきそうと、そしてその人とのコミュニケーションの中から、あ私僕、あこれがやりたかったんだっていう、こう今まで忘れてたような出来事だったかもしれないんだけれども、それをあそうそうみたいな感じで頑張りたいんだみたいな形で、いわゆるこう頑張っていくっていう決心をする、そうすることによってそれがね嬉しいことにお金も伴うよっていう風な形で出ています。それがまず1つ目。そして2番目はやっぱり妊活をされてる方、これね赤ちゃんが来てくれる可能性すごくすごくあると思います。このねグリーンのボトルさんと、いわゆる、ご主人奥様、とねあの関係性はとてもいいと思います。で今までねその赤ちゃんがなかなか来てくれないこととか、不妊治療のこととかで、あのもともと仲良かったお二人がちょっとね喧嘩が多くなってしまったりっていうこととかが、とか気まずさとかね、そういうのが今まではあったかもしれない。でもあのね赤ちゃんが来てくれそうっていうことと、すごくねこのグリーンのボトルさん自体がこうのびのびのびと楽しく過ごせていきそうなんですね。でその生活がいわゆるイコール赤ちゃんが来てくれるっていう感じにもなりそうです。あとそしてですね、あの過去にやっぱりこうこれ3番目になるんですけれども、過去にやっぱり諦めていたこと、今の生活に追われてなんかね昔の自分、昔の夢っていうことを今回再び思い出しそうな人もいるかもしれない。そうすることによってやっぱり今回のこの新月で願うことによって、不思議とねその人と人とのこうつながりとかネットワークが生まれてきそうなんですね。でそこに道ができて、で道ができることによって、そこがイコールあの金銭的なもの、それも入ってくる、いわゆる仕事になるっていう、そういう形出てるんですね。だからこの子供っていうのは本当に赤ちゃんのことを示す人もいるかもしれませんし、今まで過去に頑張ってきた夢、それを思い出して再び頑張ろうっていう人もいるのかもしれないというふうにまずは出ました。はい、じゃあちょっとねたくさんのカードのねエンジェルカードをじゃあバーッと引いていきたいと思います。これが2枚目ですね。
傾向とかもちょっと出るかな。今回はね、なんか仕事とか赤ちゃんのイメージがすごく強かったんですけれどもね、復活劇だからね、どんな復活があるのかがすごく楽しみです。見ていきましょうね。さて、おお、なるほど。はい。はい、トゥルース。わあ、ウェディングすごい。はい、そして、ねえ、これ願いですよね。アファメーションですよね。はい、アドバイス、コミュニケーションクリアリ。はい、こういうカードがアドバイスというかね、で出ました。なるほど、うん、今回、ね、新月の願いということで、まあ、お月様にお願いをするとやっぱり不思議ですよね。ふと読んだ本とか、例えばネットの情報、そういうところからグリーンのボトルさんがやりたかったことっていうのがやっぱりこうひらめきそうっていうか思い出しそうな気がします。そして自分の中やっぱりね、心にこうあったと思うんですよね。こうこれがやりたかったみたいな、その自分の信念っていうのも気づくようになるのかなと。そしてね、これ、はい、恋愛のカード、ズバリウェディングが出ました。これね、まあ、ウェディング、お相手様と、まあ、今回ね、復活劇とかを望んでいる人いるかもしれません。お相手様とこういうご縁があるかもしれないよっていう、とても嬉しいカード出てます。次復活した時、復縁した時はね、もしかしたらあの人とこういう風に一緒になれるかもしれないよっていう素敵なカード出ましたね。はい、そして今回のね、お月様へのやっぱりね、アファメーション、ぜひぜひやっぱり新月の願いとして頑張っていただきたいなと思います。そしてこのね、コミュニケーションクリアリ、これは私は今ね、感じたのがやっぱ自分の心に向き合うこと、私は、僕は何がしたいんだろう、何をしたかったんだろうみたいな、そのことに対して今回答えがね、願うことによってその答えがこの本の中から見つかって、そしてそれを行動していくような、そういう流れになっていくんじゃないかなっていう感じがいたします。いやー、素敵なカードいっぱい出てます。今回はね、まあ、ここのね、ウェディングはちょっと別なんですけれども、まあ、私が今回感じたのは赤ちゃんを望んでいる妊活の人、そして昔からの夢っていうものがすごく感じられましたので、その夢ね、頑張っていくことによって、いわゆる仕事だったら、ね、そこからまた収入を得たりとかなっていくっていう嬉しい流れになっていくかもしれません。はい、これが1番のグリーンの皆様です。よかったらね、ぜひともね、新月の願い、神様じゃない、お月様にお願いをしてみてください。応援しております。はい、じゃあグリーンのボトルさん、お待たせしております。はい、今回のヤギ座の新月でどのような願いが叶うのかということ、見ていきたいと思います。失礼しました。すごく弾けてますね。よいしょ、なんかすごい不思議ですね。はい、じゃあこの中から1枚ね、要になるカードを、はい、選んでいきましょう。これかな。はい、はい、じゃあまず見ていきます。さ、
要のカード、おお、釜というカードが出ました。はい、釜、なるほど。あの、今まで頑張ってきた収穫っていう意味なんですよね。これはね、なんだろうね、まあ、仕事だったり恋愛だったり、本当に集大成っていう意味があります。おお、それがね、やっぱりヤギ座っていうのはこうコツコツと長期的に特に頑張ってきたこと、仕事とか、本当にそうなんですけれども、で、そういうことがね、今回ね、身になるよ、形になるよ、目に見えてわかるよっていう、こうそういう出来事のきっかけになるっていうことなんですね。なるほど、わかりました。じゃあ見てみます。はい、まずね、本のカード、はい、そしてここがクローバー、はい、はい、そしてここが鳥、ふんふんふん、はい、そしてここが木、で、ここが棺桶、ほう、はい、ちょっとカードが2枚、そしてここが手紙のカード、そして、はい、木ですね、はい、そして百合、なるほど、はい、こういうカードが出ました。これは、あー、そっか、はい、グリーン、あ、じゃない、ブルーのボトルさんは今秘密の恋愛とか複雑な恋愛をしてる人がもしかしたら多いのかもしれないですね。なるほど、案外こう長い付き合いのような気がします。で、そのことに対してなんかね、答えがなんかね、出るかもしれないねっていう、そういうことなのかな。なるほど、あの、このそうですね、ブルーのボトルさんにとってなんかね、新しい扉をこう開くきっかけになっていくのかもしれないです、今回のこの新月がね。で、特に、まあ、あの、まあ、複雑な恋愛でなおかつ音信不通になってるあの人とか、復縁をしたいあの人と再び頑張っていける、再び今まで、ね、連絡が取れなかったあの人と再びこう嬉しい連絡とかが取れるようになるよとか、恋愛関係がまた再び復活する、そういう可能性があるよっていう風に今回のこの新月は言ってるような気がします。なるほどですね。これはね、本当に今回の8番目の部屋で起こる冥王星のね、と一緒の力が得る新月、もうすごい復活劇なんですよ。そういう意味ではもう絶対ダメだと思ってたあの人、その人との復縁の可能性がすごくあるなっていう風にまずは出ています。よかったですね。じゃあちょっと今からね、あのオラクルカードとかをバーッとちょっと出していきたいと思いますので、カードがポロンとこのカードが出たいと言ってましたね。はい、そしてこちらのカードも見ていきましょう。はい、じゃあ引いていきましょうね。さあ開いていきましょう。はい、ヒズンデプト、はい、リラクゼーション、はい、メイクザエフォート、おお、ブレスチェンジズ、はい、おお、ここでノーというカード、はい、なるほど、わかりました。これがね、はい、今回のアドバイスとして出ています。
はい、まずねここね、いわゆるまあ隠された物事なんかね、今までいわゆる隠れていた関係、あのね隠れていたイコールあのなかなか連絡が取れなかったあの人と、やっぱりこうきっかけがね見出せるのかなっていうふうに思いました。そしてね、このリラクゼーション、もうねこの、まあ、ここね月のカードね、すごく月のカードがしっかり出ていますけれども、あのとにかくこのね新月でリラックスをしながら、もうあのお月様になんかねお願いしていただきたいなって感じ。そうすると、ね、次の満月にはもしかしたら次の満月までにはもしかしたら動きがあるんじゃないかなっていう、そういう可能性も見受けられます。そして恋愛、これはね頑張ったことがね実るっていう、そういう意味があるんです。だからこれもねとてもポジティブな意味です。そしてはい、ここねブレスチェンジーズ、これはねとてもね大きな喜びなんだけれども、ここにねノーっていうカードが出てるので、これはね何かなって思うんですけれども、あのいわゆる2人の関係はまずは連絡が取れるようになるよっていう、そのことかなって思うんですね。今まで連絡がね全く取れなかった状態から、まあ、こうそのきっかけ、連絡が取れるとか返信が来るとか、そういう状況になると思うから、まずはそこまで、まあ、きっとねこの願い叶うんじゃないかと。で逆になんかねすぐ例えば会えるとかね、復縁っていうのはもうちょっと時間かかるかもしれない。いわゆるこれってすっごく大きな変化っていう意味なんですよ。で大きな変化はまだないんだけれども、でもまずはね復活劇っていうことで、あの人との連絡、なんか復縁の可能性、それがあるよっていうことをこちらのねオラクルカードは言ってるような気がします。今まで隠れていたねあの人とのこと、それがようやく表に出る、イコール連絡コンタクトが取れる、そのような形に私は見受けられます。だからねやっぱりとてもとても可能性あるんじゃないかなっていう、そういう気がします。あとはそうだな、もう本当にね今までダメだと思ってきたことに希望の光が見えて、また再び恋愛の関係になれる、そういう可能性はやっぱりあるなというふうに私は見えました。とにかくあのリラックスをしてね、お風呂にゆっくり入りながら、その時間も大切にしてくださいね。きっと今回のこの願い、早かったら次の満月までには叶うかもしれません。で逆にあのヤギ座の満月って、あごめんなさい新月って何回も言うんですけれども、あの長期的な目標とかある意味時間がかかることもあります。でもきっと時間がかかったとしても何らかのコンタクト、そういう変化はすぐに訪れるんじゃないかなというふうに感じました。はい、よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあピンクのボトルさん、お待たせしております。じゃあ今回はヤギ座の新月でどういう願いが叶うのかということをしっかりと見ていきたいと思います。はい、要になるカードを選びます。はい、はい、じゃあまずは今回の新月でどんな願いが叶うのか。はい、ワンちゃんのカードです。あら、ワンちゃんいいですね。これはそうだな、例えばこう疎遠になった友達とか、まあもちろんこれはね異性も同性も含むっていう感じなんだけれども、そのしばらく連絡を取ってないとかね、絶交したあの人、友達、そういう人と再びまたこう友達として人間関係が築けるよと、信頼関係が再び持てるよと、そういうねやっぱり死と再生ですね、復活劇っていうのがもしかしたら
今回は友達色が強いかもしれません。ちょっと他のカードも見てみましょうね。はい、2番、なるほど、あ、仕事関係かな、うん、仕事関係プライベート両方ありそうですね。手紙、はい、クロス、はい、もうこれこそ死と再生、同じ意味。はい、そしてこれがコウノトリ、なんかママ友とかもいるのかな、とかちっちゃい頃の友達とかね。で、本、なるほど、はい、そして月、あら、いいカード出てますね、月。はい、月と太陽すごいねはい、そして花、いやいいじゃないですか、むちゃくちゃいいカード出てますね。うん、なるほど、あ、過去もね、なんかこうとってもこういい付き合いができてた人、まあこれ友達とか恋人、仕事関係、まあ人間関係全般と思っていただいていいんですけれども、うん、あ、これ一緒に夢を追った仲間とかね、そういう感じがします。で、もしかするとやっぱりこれね、あの恋愛の可能性もあるかなと思いました。こう何かね、やっぱきっかけがあって疎遠になってしまったあの人と再び、これむちゃくちゃ強い絆ですよ。すごいね、太陽出たねみたいな、月と太陽一緒に出てるし、なおかつね、今回のテーマの死と再生っていう復活劇のカードも出ていて、で、本も出ていて、あ、ね、花束も出ている、嬉しい喜びとか、まあこれね、コミュニケーションっていう意味もあるので、あ、これはね、本当に人間関係のもう大復活っていうことだと思います。で、まあ、何らかのきっかけがあって離れてしまったあの人、友達、一緒に夢を追って頑張ってきた仲間っていう人と、これはね、再び強いご縁がまたね、生まれてきそうです。この今ね、なんかこうこの人っていう人がもしかしたらいるかもしれないんですけど、あのピンクのボトルさんにね、おそらくね、その人はもう前世からも縁がありました。前世から縁があって再びご縁があったよっていう人なので、あの簡単にはね、きっとね、切れないんだろうなと思うし、あの良縁だと思うんですよね、ご縁自体が。きっとお互いにとってポジティブになれるような、そういうご縁の人だと思うので、あのもし今ね、思い当たる人がいるのであれば、その人と今回の新月を機にまた再び連絡が取れたりとか、仲良くなれる可能性は十二分にあるかもしれません。そして異性でも同性でもそうなんですけれども、もし異性であればね、このね、月、太陽、花束っていう、こういう超絶ポジティブなカードが出てるので、こう恋愛関係に発展する可能性も十二分にあるなっていう、そういうカードが出ております。じゃあ今からちょっとオラクルカードをね、ババーっと引いていきたいと思います。こうアドバイスとして、あの引いていきましょうね。エンジェルカードも引いていきます。はい、あとはね、こちらがドルフィンさん、さ、ドルフィンさんも引いていきましょう。お、カードがポンと落ちたぞ。はい、こちら、はい、そして、はい、エンジェルアンさんも引いていきましょう。はい、こちら、はい、じゃあ見てみましょうね。さて、はい、プロテクション、すごいですね、守られてますね、やっぱ前世からのご縁だよね。わお、すごい、なんか次の満月までにはなんかね、この願い叶うんじゃないかなと思いますね。アトラクション、あ、これは恋愛の可能性も十二分にありますね。はい、うん、なんかね、お月様動いてくれるぞって感じです。はい、レッドゴー、なるほど、はい、こういうね、あのオラクルカード出しました。あ、やっぱりこう2人のご縁すごいですね。これ同性でも異性でも、これは本当にすごいです。たくさんの人たちがなんか見守ってくれてます。
先生ではやっぱりね、先生でもすごくね、こう同志だったっていう感じがするんですよね。例えば、これすごい例えばですよ。なんかこう中世こう一緒に戦った仲間とかね、でこれが敵味方じゃなくて、おそらく味方同士だったんだろうなみたいな、こうそういう強い絆っていう風にも感じるし、このお相手様、同性でも異性でも、あのね、ご縁切れないと思います。それぐらい強いもの、強い絆っていうのがあって、こうお互いに今までもこう思い出していたと思うんですね。でもそのきっかけがなかなか今までこうお互いに仕事とか忙しすぎてなかなか連絡が取れなかったりとか、きっかけが取れなかったりっていう可能性だったかもしれないけれども、やっぱりつながっていた、水面下でつながっていたって感じで、音信不通になったってことは、何かいわゆる何かあったかもしれないけれども、もうそういうことは全部手放して、そして再びご縁が、ね、とても強いと思われるあの人と連絡が、ね、取れて、とても仲良くなって、本当に次はね、本当死ぬまで一緒みたいな、そんな感じの強い強いご縁というものを感じました。なんかね、いけそうですよね。でちょっと待ってくださいね。でそうそう、やっぱここがすごいですよね。ね、もう月がね、これダブルで出てますよね。月と太陽と花束、もうこれはもう喜び、幸せ、ギフト、もうなんかやっぱりあの人と出会えたことがきっとね、ピンクのボトルさんにとっても人生のギフト、お相手様から見てもそうじゃないかなっていうぐらいの素晴らしいご縁を感じますね。よかったらヤギ座の新月、願い事をしっかり叶えていただきたいなと思います。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。